さん、こんにちは。私は今どこにいるでしょう。これで分かる人いたら拍手のスタンプあげます。そう、夢の国に来た。やばい。しかも今日は夢の国に来ただけではないんですよ。そうなのよ、ディズニーランドホテルに泊まります。いえ、とにかく今日はね、友達とね、一泊ディズニーランドホテルに泊まります。どうやって行くのかな。まあ、とりあえず行きましょう。見えてきたっていうか見えてるんですが、やばい、ワクワクが止まりません。やばい、もうさ、ここに来るだけで私はもうテンションが上がる仕様に体が仕込まれてるんですけど、やだ、今日はもうここに泊まれるなんて夢のようですよ。胎教の時点で私ですね、音楽ブンブンにかけられて育った女なので、とんでもなくね、ディズニーはもう DNA レベルですって言うんですけども、はい、来たよ。はい、来たよー。これだよー。はい、この美しすぎる門を抜けると、はい、どうぞー。やばいよ、もうなんか、白ってレベル。すごい、すごい。もう、もはやこんなん白でしょ。白だよ、白だったわ。もう無理、テンション上がりすぎて、ちょっとなんか一周回ってもう無理って感じ。Where is my entrance?さあ、じゃあチェックインしていきますよー。アリスメインエントランス is waiting for me。 もうやだ、すごいんですが、あら、人間もすごいんですが。さあ、チェックインをつつがなく終えまして、5階のお部屋にレッツラゴー。すごいね、もう宮殿に迷い込んだかのような内装です。やばい、かわいいがすぎる、かわいいがすぎる、 Too lovely。 さあ、我々のお部屋は Y106。 すごい、もうディズニーランドにいるわ私、すでに。はい、到着だよ。簡単。落ち着いていこう。落ち着いて、行きやー。行けぬー。やばい、早く、友達。まず、目の前が多分メインルームなんですよ。右に行くと、何の扉？左は、あれだね。洗面所だと思います。じゃあ、とりあえず靴脱いで。さあ、じゃあ、まっすぐから行っちゃおう。ハロー。私だよー。全身鏡が大きいのがあります。後ろにはポット、かわいいよ。ポットポット、ティー、緑茶と、あとはインスタントのコーヒーですね。4つずつあります。氷入れるやつとポット。ここさ、美女と野獣の部屋なんじゃない？ほら、時計の人とセバスチャンじゃなくて、なんだっけ、ちょっと忘れちゃった。隠れミキー。さあ、メインルーム、どう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 。やばー。うわー、かわいい。これ、やだ、もうちょっとどうしたらいい？かわいすぎる。テレビでしょ？これ、ソファーでしょ？もう絶対これ美女と野獣じゃん。かわいい。ツインルームです。色がもうさ、ビューティー&ビースト、ミッキーマウス、ミニマウスがティーカップでティータイム。かわいい。ここにもなんだっけ、シンデレラ城、このファブリック好み。やば、ここが机、やばーい。ビュー行きます。目の前がディズニーシーもディズニーランドも見えるんだけど、すごい、タオプテラもあるよ。わーい、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 いい天気。さてさてさて、
バースルーム行きます。どっちから行く？右かな。はい、こちらは、あら素敵、最高だ。独立のお風呂、おしゃれなシャワーにバスタブがあって、素敵なアート、ウォッシュタオルがこの中に入ってます。ボディーソープがこちらにあります。シャンプーコンディショナー先生はどちらにいらっしゃるのかしら。見えちゃったよ、これだね。かわいすぎ。シャンプーコンディショナー、コップ、何これかわいい。あ、子供用かな。思い出と一緒に持って帰ってね。持って帰っていいんだ、かわいい。トゥースブラッシュがなぜか4本もありまして、え、どんだけあんの。これ子供用だと思います。カミソリもあります。これただのガラガラだった。こちらにはヘアドライヤーとヘアブラシ、なんかモキモキしたやつ、あとアメニティ。これ開けていい？開けるよ。おお、あ、なるほどね。ヘアゴムとかヘアバンドとか、トンと耳かきがあります。わゆーい。よし、こちらが、え、おしゃれー、お手洗いおしゃれー、壁紙かわいい。失礼しました。はい、はい、ということでディズニーランドホテル、こちらでベーシックスタンダードルームです。スタンダードなのこれ、超かわいい、本当にかわいいです。本当にテンションしか上がってないんですけども、しばしこの後ね来る友達を待ちたいと思います。ごめんね、先入っちゃってね。後でいっぱい遊ぼうね。ということで、引き続きステイ楽しんでいきたいと思いますので、この後もビデオをご覧ください。一旦切ります。それではパジャマはね、ここテレビ台の下に入ってました。ツーピースのパジャマですね、黄色いやつ。下は何も入ってないです。冷蔵庫の中にはお水が4本入ってました。こちらサービスです。クローゼット、ドーン、イエーイ、バスローブだ、かわいい。え、なんだこれ、ここにディズニーホテルズっつって紙袋が一つだけあります。スリッパが全部で6個、こんな感じのスリッパが入ってます。こちらはね、お持ち帰り可能です。はい、そしてこちらは多分ね、隣の部屋とつながる小部屋でしたね。で、ここにドレッサーがあります。おしゃー、これさ、あのワンコが変えられたやつじゃん、かわいい。で、ティッシュもあります。チャオ。すごい。3階に到着。ロビーがあるよ。やだ、グーフィーもいる。さあ、友達を迎えに行きます。やばい、何度だって綺麗なんですけど。無事に会えて、部屋でお茶をして、エクスピアリで夜ご飯を食べました。そしてお店だぜ。7時から11時までやってるよ。終わりだよ、終わりだよ。今からもう一つのお店に行くぜ。ございます。こんにちは。お店だよ、8時9時だよ。おはよう、ホテル良きだね。あ、ありがとう。来た、それでは行きますぜ。入れたよ。
ば。はい、ということでディズニーランドホテル1泊2日の旅でございました。いかがでしたでしょうか。ホテルの中身はそんなに言うほど回ってはいないんですけども、レストランとかたくさんありました。だけど全部予約が必要で、私たちはブレックファストの予約を前日にしようと思ったらもうアウトだったので、皆さんはお気をつけください。でも代わりに地域共通クーポンいただいたものを使って成城石井で大人の朝食ごっこをしました。それもまた良かったです。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。面白かったよと思ってくださった方はチャンネル登録評価よろしくお願いします。そして、他にもホテルレビューだったり、あとは電車、大好きな電車のレビューなども上げてますので、ぜひ他のビデオも見てください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。チェックアウトしてディズニーランドに向かいました。運よく美女と野獣エリアの抽選に当たりました。ついにもうワクワクが止まりません。美女と野獣のライド、こちらのビューティー&ザビーストですね、今から乗っていきたいと思います。はい、野獣のお家だよみたいな、すごいな。あ、ルミエル先生たちがいますよ。あ、ポッタ夫人、シェプもいるよ。はい。うわ、わかるわ。はい。ねえ。A B C。ねえ。楽しくてとってもうっとりなライドでした。行けて嬉しかったです。ラ・タベルヌド・ガストンというレストランにも当たってこちらも行くことができました。最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた次のビデオでもお会いしましょう。バイバイ。